心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキングの村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。いや、なんかすっかり秋らしくなったって今更言うのもあれですけど、ずいぶん涼しくなりましたよね。もう寒いですよ。あ、もう寒いですか。島田さん、朝起きるの早いですね。朝晩寒いですね。あとやっぱ風邪ひいてる人増えてますよね。あ、そうですよね。あとインフルエンザとかがすごい流行ってるじゃないですか。まあその季節の変わり目で風邪をひいてるというところもあるし、はい、インフルエンザが季節外れっていうか、まあ、これから今後スタンダードになるかもしれませんけど、うん、流行ってたりとか、はい、もうなんかよくわかんなくなってますよね。うん、こう季節がもともと我々の中である季節の回り方というか、うん、そういったものがもうどんどん変わってて、はい、季節も変わるし、なんか流行り物も変わるし、うん、世の中大変なことになってるし、なんか我々人類も適応していくのが大変なやっぱ時代になってきたなっていう感じやっぱしますけどね。なんかそうですよ。やっぱりこう大きいものがね、はい、勝つんではなくて、うん、適応したものが勝つと、うんうんうん、まあ、ダーウィンの進化論じゃないですけど、うん、やっぱこう常にアジャストしていかなきゃいけないですよね、何かにつけてね、はい、確かに気温においてもなんか世の中の動きについてもね。だからバスケット界なんかもいろんなこと起こりますけど、まあ、常々ね、はい、こう適合するというよりはこっちの場合新しく先を行って、はいはい、多少ずれても進むぞっていうところがあるんで、うん、適用の前にベースを変えていくぞみたいなところがあったりするんで、うん、まあまあまあそれはきちっと説明をしながらね、はい、皆さんにこう適合していただけるようにやっていかなきゃいけないなと思いますね、うんうんうん、なるほど。季節の話も、うん、確かにですね、うん、今日はあれですからね、オンラインでね収録してるんですよね。はい、なんでちょっとテンポがね、リアルと違うかもしれませんけど、はい、まあ、最近このオンラインでこの収録するっていうのもだんだん慣れてきましたよね。うん、そうですね、うん、手軽にいつでもやれるっていうのはね、やっぱりオンラインの良さですから、うん、リアルとオンラインの良さみたいなことをね。いや、ハイブリッドですよ、もう本当に、うんうん、リアルの重要性は高まりつつも、そこに一辺倒になってしまう非効率を、なんとかしようと思ったら、やっぱりこう、バランスのいいハイブリッド。はいはい。まあこれに尽きるから、この収録もね、時々ちょっとスケジュールが合わないと、これオンラインでね、収録することになりますけど、はい、まあこれはこれでね、やっぱ慣れていかないとね、はい、いけないですよね。そうですね。まあ収録はやっぱりこう、リアルじゃないとなんかテンポがね、とかって言ってると、やっぱりこう、なんですかね、おじさんチックになっちゃうから、ダメですよね。もうそんなことを言わないで、いかなる状況でも、冒頭の話じゃないけど、適合していくと、フィットしていくことが大事だと思うんでね、はい。頑張っていきたいなと思いますね。はい。まあ、そんな環境の中お送りする本日ですけども、うん、お便りをね、結構皆様からいただいてますので、もう今回はお便り紹介ということで、本編の方は進めていきたいなというふうに思っております。 OK です。じゃあ今回はお便り回ということで、はい、その内容に対してお答えしていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで、今回の配信はですね、お便り紹介会ということで、はい、皆さんからの、お便りを紹介していきたいというふうに思ってます。はい、5つ目なんですけども、ちょっとペンネームラジオネームはなかったのですが、内容に私の方からご紹介していきます。うん、毎週楽しく拝聴しています。前向きに活躍されているお話は、いつも私を前向きなポジティブマインドへと導いてくださいますということで、うん、9月9日、10日ですね、韓国、佐賀、そして千葉ジェッツの試合はとても素敵な取り組みでした。チアマンの、ご意見をお聞かせくださいというふうに書いてあるんですが、うん、おそらくこれは9月の9日、10日ですね、ホテルフローラプレシーズンカップ2023ということで、佐賀、うん、バルーナーズ、それから KBL のアニャン KGC、うん、ソウル FK ナイツと、千葉ジェッツの、日韓4チームのトーナメント形式で行った、うん、プレシーズンマッチみたいなのをやりましたと。この時こういうのはいい取り組みだなということでお話が来ていると思うんですけども、うん、ここについてチェアマンのご意見をお聞かせくださいということですけども、あのですね、はい、
結構私、韓国とか台湾とか中国とかフィリピンとかアジア各国に行ってリーグの皆さんと話をしてるじゃないですか。はい、でその中で KBL との関係性非常に今良好で、はいはい、来年の5月、3月ファイナルにも私もご招待されてるんで行ってきたりするような、お互いに B リーグのファイナルに来てもらって、うん、お互い交換、で最後フィニッシュを見るみたいなことをやってるんですけどね、そのぐらい関係性が良くて、はい、KBL からもこのプレシーズンを一緒にこう盛り上げる企画をやろうということをずっと言ってて、そうなんですよ。でリーグとしてなんかこう無理やりセッティングするというよりはクラブにつないでクラブ間でうまくこういう話が成就したらいいねっていうことの成就した第一号案件って感じなんですよ。なんで KBL との関係性とかアジア枠の韓国選手が増えてきているこの状況下において、この取り組みは非常に今後のアジア戦略においても大事だよねってことで、このイベントには B リーグも支援してるんですよ。なるほど、うん、そのぐらい、うん、大事にしてるイベントが今回、はい、開催されて盛り上がったんで、うんうん、よかったなと。多分毎年こういうのがどっかしらで起こってくると思うし、うんうんうん、KBL だけではなくて他のリーグのクラブとこの複数チーム同士で、はい、うん、このプレシーズンカップみたいなことをやってくるところは出てくるんじゃないかなと思いますね。そうですよね、はい、それぞれの国のバスケットを知るきっかけだったりとか、うん、韓国のバスケットってこうなんだとか台湾ってこうなんだみたいなことを、うん、まあ、日本国内でも、ね、楽しむことができるって非常に面白いなというふうに思いますよね。そうですね、これも全てアジア枠っていうね、うんうん、仕組みの中でアジアの、まあ、良い選手がね日本でプレーすることが増えてきて、はい、まあ、実現してきてる話なので、うん、良い流れだなと思っています、はいはい、続いて2通目ですけども、ペンネームはヒッキーさんということで、島田さん村上さんこんにちは、先日は直接お会いできて感動しましたということで、公開収録にいらっしゃってたんですかね、うん、ありがとうございます。これがまたすごいんですけど、あのあと、ポッドキャストで初回から50回すべて聞き直しました、うん、ということで、これまたすごいですよこれはすごい良いですね。あの後だから、まあまあもう1ヶ月ぐらいでガッと全部聞いていただいたと。いや、これはね、150回って、例えばね、はい、10分ぐらいの番組とかだったら、1.2 とか 1.5 とかでやって、やれないことはないですけど、意外と島田のマイクは、ボリューミーですからそうですよね。長いやつは長いですから。長いですからね、これを全て聞き直すのはね、すごいと思う。ありがとうございます、嬉しい。そしてそうなんですよ、我々もすっかり忘れてるぐらいの勢いなんですけど、昨年1月新年の抱負でファンミーティングのことを話されていましたねっていうふうに、うん、あ、そうだったなっていうのを僕も思い出したんですけど、そこまでちゃんと聞いて書いていただいてると、うん、ああもう私は覚えてましたよ。本当ですか、さすがですね、うん、今回のこの企画の前提にはそういう、はい、まあ、そもそもやりたかったから言ってるからやってるしみたいなところありますけど、ね、うん、全然覚えてました。はいはい、で、私もこれまでは聞く専門でしたが初めてハガキを書いてみましたと、うん、でここから質問ということで、今日の質問は、うん、全国各地に新幹線や飛行機で島田さんが移動されているときに、うん、どのようなことをして過ごされていますか。私も毎日宇都宮から東京まで新幹線通勤をしているので参考させていただきたいのですが、うん、おすすめの過ごし方があれば教えてくださいということだそうです。なるほど、ヒッキーさん、はい、宇都宮から来られてる話私もしてるんで覚えてますね。ありがとうございます。まずはそうですね、これね本当に移動時間ってそれぞれこう過ごし方いろいろだと思うんですね。で私の場合はもうその移動時間ってすごい大事だと思ってて、はい、例えば飛行機だったら今国内線だったら Wi-Fi もつながるじゃないですか。あ、そうですよね、まあ、もちろん新幹線の中だったら Wi-Fi って普通にネットにつながるんで、はい、まあ、基本的に何かしらやってますね。で基本的にはルーティーンがあるんで、はい、家を何時に出るかによってそのルーティーンの進捗具合によって積み残したものを やっつけるっていう観点、はい、うん、結構その朝毎日決めて聞いてるボイシーとかの、はい、日本放送さんもそうですけど番組で好きな方の話を聞いてたりする、そういうの聞いてたりとか、はいはい、YouTube で興味のある案件についてちょっと深掘って、うん、検索して深掘って収集するとか、うん、あとはもちろん英会話だったり新聞だったり、あとは毎週雑誌を 4,5 冊読んでるんですね、はい、うん、その雑誌をバーッと毎日目を通してるんですけども、そういうのを見れてないものをバック見たりとか、あとニュースピックスとかで私ニュースピッカーでもあるんで、記事をバーって読んでコメントを打ってたりとか、これがなんか普通に
日常的な、うん、ルーティーンなんですけど、まあ、当然その日の仕事の準備してたりとか、移動してて着いたら講演とかっていうのもあるし、着いたらセミナーとかもあるんで、うんうん、その資料を読み通したり、飲んだりとかしてることもありますし、とにかく何か詰め込んでやってますよね。割とじゃあインプットに結構時間を、その移動の時間を当ててるってことは、完全にインプット。ああ、なるほどな。もう講演とか出張で、現地について知事と会って、市長と会って、講演して、スポンサーと会ってる時から、バーってスケジュールあったら、そのスケジュール確認して、そこでクラブのことを調べたり、クラブのやってる SNS とかを見たりとか、最新のクラブの情報とかを自分で収集して、うん、現地行ってもそつなくこう話せるようにインプットしたりとか、まあ、とにかく徹底インプットですね。だから寝るとか、うん、移動中に寝るとかは絶対ないですね。なるほど。で、これは移動の行きの話です。はいはい。帰りはノート書いてます。ああ、そっか。その日の締めですからね。うん。帰りはノートを、飛行機の中でも、うん、新幹線の中でもノートを書いてますね。たとえ酔っ払っててもそんな感じ。はい。移動は、行きはインプットに、帰りは、ノートを中心にアウトプットで、そうですね、ということですかね。そうですね。だから結構1時間とか2時間とか、うんうん、30分とかいろんな移動ありますけど、移動って積み重ねるともうとんでもない時間なんですよね。あ、そうですよね。ですから移動ってともすればなんとなく雑に YouTube 見てたりとか、なんか雑にこうなんとなくネットサーフィンしちゃったりしがちじゃないですか。場合によってはゲームとかで少しこうやったりとかね。でもね、それ積み重ねるとやっぱ大きいんで、何を過ごすかは自由ですけど、はい、すごく重要な、うん、時間だって捉えて向き合うっていうことは大事じゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。うん、まあ、引きさんからのね、ご質問には今答えていただいたら、最後にちょっと一言ですね、うん、宇都宮ブレックスも新アリーナを、うん、今のアリーナの隣に建設する予定であることを、市長が発表しましたと。ぜひ今後も島田のマイクで取り上げてください、うん、楽しみにしていますというようなことなんですけども、宇都宮もじゃあ新たにアリーナのという話が発表されたということなんですね。まあ、ちょっとタイミング見てね、うん、ブレックスの藤本さんともお話したりとか、うん、良きタイミングがあれば行きたいなと思ってますけど、はいはい、アリーナの話がこう動いてるっていうのはすごく嬉しいですよね。うん、はい、また何か、はい、情報キャッチしてですね、はい、クラブに行くようなことがあれば、またこの番組の中でお話をしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、3通目ということで、うん、井上さんと、いつもですねおはがきをいただいている、方ですけども、島田さん、村上さん、こんにちはと、9月23日頃必ず咲く彼岸花が今年は10月1日頃咲きました。異常気象ですねと、うん、まあね、冒頭ちょっとね季節のお話もしましたけど、やっぱりこう、うん、そういうね花の咲きぶりとかでも季節のちょっと変化を感じるなというところですが、うん、井上さんからですね、井上さんもまあ先日公開収録に来ていただいたということなんですけども、先日の公開収録の中に推しを取るのがいいという、話がありましたが、うんうんうん、そのチームのボランティアというのがまあ一つのこう推し活としても面白いんじゃないかなと思って、いろんな方と知り合いになったり、たまにはまあ選手も出てきたりということで、B リーグをもっと楽しめるようになると思いますが、ボランティアという活動を、まあ、推し活の一つとしてやってみるのはいかがでしょうか、うん、このあたりってどうお考えですか。ボランティア存在というか。そうですね、ボランティアの方たちは本当にどのクラブにおいてもいらっしゃって、そのサポートたるや本当にありがたい話で、うんうん、でそのボランティアの皆さんのありがたさっていうのは大きいんですけど、どうしてもね日常的にバタバタしてるとね、はいはい、そこへの感謝の意を伝えきれなかったりとか、やっぱり皆さんクラブに対して思いが強いだけにね、はいはい、逆にボランティアをやると、そのクラブの表層的なところだけじゃなくて、うん、裏の裏も感じることがあるんでね、はい、それは、うんうん、推しということだけではなくて、そのクラブをこう深く認知するっていう意味では有効だし、まあ、それをもってすっごい好きになることもあると思いますし、はいはいはい、うん、逆にそれを知ってあまりにも裏を見えすぎて、うん、ちょっとんってなることもあるかもしれないですよね、うんうん、ですから結局ボランティアとして関わることは深くボランティアの仲間とかね、うん、クラブとかたまには選手とか含めて深くなり得ることですけども、そこら辺のところはいろんなパターンが、あー、なるほど、うん、すごく良いことと、あまりいろんなものが見えすぎちゃうと苦手なんですっていう人だと、うんうん、逆にうってなることもあるかもしれないんで、うんうんうん、なんかそれはクラブによってやはりそのボランティアさんに対する配慮みたいなのがね少し違ったりすることもあると思うんで、なんかそこら辺はこう
念頭において関わってもらうのがすごくいいのかなって思いますね。そうですよね、まあ、いろんな関わり方とね、まあ、個人差もあると思うのでこう、うん、感じ方とかもまた違うかなと思いますけど、まあ、井上さんは、推し活としての、まあ、ボランティアというのも、まあ、面白いのかなということで、ぜひなんか興味のある感じ、うん、いやもう基本的に推し活としてのボランティアだと思いますよ。ボランティアとして手伝ってる方たちは基本的にコアのファンの方が多いんで、いいですね、もう、うん、愛が溢れすぎて、うん、何かできることはっていうところで来てるんで、はい、ファンの中でのコアファンの中でも表にこう見せてるか見せてないか別として、心のそのコア感は最上級の皆さんが多いんで、そうですよね、うん、だからそういう方たちに支えられてるっていうことには常々クラブは感謝しないといけないと思いますし、ほとんどしてると思いますけどね、はい、うん、だからこそどこまでも深く知り得る立場にもなっていくんで、まあ、そこをこ うまくバランス取っていただけるといいかななんて思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、4通目ということで、こちらももう常連になりつつありますけども、名鉄インカリアの、支配人様から、またお手紙をいただいていますと先日は公開収録に参加させていただき誠にありがとうございましたと、うん、島田チェアマンの軽快なトークが大変面白く、あっという間の3時間でしたと。あっという間の3時間ってめっちゃ長いですよねめっちゃ長いですよね、はい、まあ、参加する当日勝手にタツオルーム無料宿泊券を持参し大変失礼しましたと。チェアマンの粋な計らいでじゃんけん大会でプレゼントすることになり3名の皆さんにお渡しできて大変嬉しかったと。いやーすごいですよね、はい、もう営業マインドもですね、うん、もう永瀬さんはいつもしっかりされてるんですけど、うん、ここでやっぱりこう営業マンだなと思うんですけども、そんなタツオルームですが、うん、この10月新シーズン開幕を機にバージョンアップをしましたと、うん、室内だけだった装飾を今回はバスルーム内まで広めましたということで、まあ、写真なんかもいただいてるんですけども、うん、さらにパワーアップした、タツオルームですね、はいはい、こちらにご旅行の際、まあ、お立ち寄りくださいというようなお話で、追伸ということで次回の公開収録も楽しみにしていますということでございますが、タツオと添い寝とか、はい、タツオと混浴とか、ですね、なんかちょっとこんな感じですけどね、ちょっとラジオでこんな感じよくないんですけど、なるほどなるほど、まあ、一つの刈谷の名物になっていくのかなと思いますけど、引き続きね、そうですね、一回泊まっていただきたいですよね、行った方、でもそこそこ予約が入ってるって言ってましたよね。あ、言ってましたよね、結構やっぱり、うん、せっかくだから泊まってみようかっていうことだとは思いますのでね。そうですね、もうぜひ、三河にね、はい、アウェーで行かれる方とか、まあ、近隣に行かれる方は、名鉄インさん、まあ、刈谷のね、支配人もそうですけど、スタッフの皆さんもものすごく感じがいいんでね、はい、多分気持ちよくお過ごしいただけるかなと思うんで。ぜひ、はい、ご利用いただければと思います。私からもお願い、はい、皆さんにお願いします、はいはい、ということで、メディシンカリアの永瀬さん、はい、いつもありがとうございますということで、あと最後にですね、お便り5通目なんですけども、これはもう開幕をして、なんですけども、ペンネームザッキーさんということで、うん、2023-24 シーズン開幕おめでとうございます、うん、スターアリーナでの開幕宣言を会場で見られて、当日会場でステッカーが欲しくて勇気を持って声をかけさせていただいた、ものですと、うん、残念ながら、ステッカーはその時確か忘れてったってシェアマンおっしゃってたんで、最近私サボってるんですよねダメですよ、ちゃんと持っていかないと、そこは、はいはい、残念ながらステッカーはいただけませんでしたが、ツーショットを佐賀最高ポーズで撮らせていただきとても嬉しかったですはいはい、はい、ありがとうございます。佐賀アリーナの人気はいかがでしたか、うん、今後も島田のマイク楽しみにしてますということでですね、まあ、ものすごい盛り上がってたというのはもちろん開幕戦だったんで、はい、まあ、7000人以上も入ってね、はい、盛り上がってたのはもちろんそうなんですけど、はい、やっぱり佐賀のなんかこうファンの皆さんのノリみたいなことがこうバージョンアップしてるなっていうのがすごく嬉しかったですし、まあ、ちょっと私ちょいちょいステッカーを忘れがちなので最近はい、その時は一緒に写真撮りましょうって言ってるんですよ。はいはい、あ、なるほど。でもね、考えてみたら別にステッカーを持ってる持ってないとかじゃなくて、写真とかサインだとか、はい、もうそういうのは私はもう気軽にやりますからね、はい、うん、ですからステッカーがないからとかじゃなくてやりますんで、うん、ステッカーをなるべく持つようにしますし、それがどうこうではなくて、全然言ってくださいね、はい、どの会場でも、はい、そうです、はい、
ということでございます。ちなみにちょうど開幕のね話になって、まあ、あの佐賀7000人以上のっていう風な、入場者があっても先出し開幕から非常に盛り上がったというお話もありましたけども、うん、実際ね10月14日のアルバルク東京対宇都宮ブレックスでは、1万40名、翌日15日の、まあ、同じカードですね、うん、でこちらは1万225名ということで、うんうん、2日連続で最多入場者数を更新したりとか、うん、それからアルティーリ市場さんもそうですね、5294人、越谷アルバルクも4068人ということで、合計18クラブがホームアレイタに平均4000人以上の観客を集めれば好調な滑り出しだったということも結構ね周辺のニュースで話題になってましたけども、うん、このあたりいかがでしょう、滑り出しの状況をチェアマンからご覧になってと。すごいですね。これもちろん我々毎試合こう入場者数を当然記録をし、残りの試合でこの流れでどう推移していったらどのぐらいの感じでいくかというようなことをシミュレーションするんですけども、B1、B2 ともね、まあ開幕2節終わって好調な滑り出しじゃないですか。まあこの状況から鑑みて、まあもちろんこの開幕節がずっとどのチームもホームゲームで全て続くわけじゃないんですけど、うん、はい、この開幕2節ぐらいの威力でシーズンをフィニッシュしたらどうなるかってシミュレーションしてみたらですね、なんと B1、B2 でおよそ420から30ぐらいなんですよ。はあはあ、つまり昨シーズン300万人初めて突破して320万人で過去最高を記録しましたっていうことを言ったと思うんですけど、はいはいはい、その昨シーズンを100万人ぐらい上回るぐらいの、まあまあまあもちろんこれ絶対このまま行くことはないんですけど、ぐらいのパンチのある開幕2節だったってことです。ですんで、まあ、基本的には350万人を突破するっていうのを今シーズンの目標に一旦してたんですね。はいはい、で、2026年で400万人、うん、で、2028年で500万人ということを掲げてるんですけども、今ぐらいのこの開幕戦の状況が続くという時は、この開幕節ぐらいのが平均になるような時代が2027年ぐらいをイメージしてるんですね。はい。うん。ですから今2023年ですから、皆さん想像していただくと、B リーグが2027年間、今から4年後ぐらいをイメージしているのは、この開幕節がアベレージになるということです。ああ、なるほど。はい。というふうに考えると、今回の開幕節のいい感じの数字と、これが日常だったら、それはすごいよねっていうことの想像だけをしていただいて、もらえばなと。うん、まあ、このブレックスも過去最高とかね、アルティーリさんも、アルファーズもそうですし、まあ、今回顕著だったのは B2 がすごく頑張ってましたね。あ、うん。B2 がめちゃめちゃ頑張ってたのと、まだ2節しか終わってないんで、今なんかね、うん、この平均入場者数のことを語っても意味ないんですけど、今、例えば B1 だと、上位6クラブは5000人超え。あ、で、4000人超えだとしても、24分の16クラブが4300以上っていう感じなんで、まあ幸先のいい滑り出す、うん、ですというのはそういうことなんで、うん、まあ大事なことはいろんなところで言ってますけど、まだホームゲームをやってない琉球とかね、うん、いるんで、また積み上げてくると思いますし、はいはい、他のクラブも開幕成功したところが2節3節目以降どこまで持続できるかというところがキーになってくると思うんで、 B 革新の審査シーズンでもあるんで、各クラブ努力してますから、そこにね、うまい形でワールドカップ効果が乗っかって、地元のファンの皆様が応援いただければ、いろんな奇跡が起こると思うんで、ぜひぜひね、はい、引き続きお力添えをいただければなと思います。ありがとうございます。ということで、今回はですね、お便り会ということで、皆様からの、様々なお便りを、ご紹介させていただいたんですが、やっぱり、このラジオというか、音声メディアの、まあ、良さというか、こういう、ハガキを介してのやり取りって、やっぱり、うん、面白いですよね。やっぱりね、ラジオは、ラジオって、本当にいいですね。出ましたね。いや、でも、お好きですもんね、本当にね。はい、ご自身もよくいろんなとこにご出演、ね、ゲストで呼ばれたりみたいなこともあると思うんですけど、先日も、そうなんですよ。どうでしたっけ ?JWAVE で、博士太郎さんとね、旅について、はい、まあ、1時間ぐらいの番組で、はい、対談させていただいて、はい、今でもね、アーカイブ残ってるんで見ることできますけど、はい、いや、面白かったですよ。このいろんな番組に出演させていただくじゃないですか。はいはい。何がいいって、皆さんと仲良くなるんですよ、私。ああ、
なるほど。博士太郎さんの番組出て終わって1秒でもう LINE 交換してましたからね。すごいですね。あとはコンサートも行くことになったり、はい、ですからお友達になれるったり、山下健二郎さんの番組ご一緒して、そこから関係性持って食事に行くとか、立川晴之助さんも日本放送でご一緒させて、その後落語を見に行ったりとか、いろんなところでお会いしたりとか、やっぱりこうラジオって距離感がすごく近くなって、やっぱいいですよね。また皆さんにそういうラジオだからの距離感から生まれる人間関係みたいなところをちょっとどっかでお話したいなと思います。はい。はい、ありがとうございました。はい。島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということで、本日はお便り紹介会ということで、まあ、最後はね、佐賀の先出し開幕の流れから開幕2節についてもちょっとお話をして、いや、やっと始まったなというふうに思ったところで、もう早速ねオールスターの発表が10月19日にもされましたけども、なんかまあ早いなというか、あっという間にもいよいよバスケットボールのシーズンが来たなという感じはしますけども、島田さん、オールスターについてはいかがですか？そうですね、今回会見をさせていただいて、はい、沖縄アリーナで10年ほどね、うん、アリーナ MC をしていた、はい、クーバさんっていう方と一緒に会見に臨んだんですけど、はい、いや、やっぱりお笑いの方でもあるんで、もうテンポが良くて私はもう楽しかったですね。そこって感じですけど、すごい楽しかったです、はい、楽しい感じが伝わったかなと思いますけども、やっぱり今回の大きなポイントは、まあ、この沖縄はもともと以前に決まってて、まあ、コロナもあって伸びて、はいはい、このタイミングになったということなんですけども、3日間、うん、デイ3まであるということですね。来年の1月の12、13、14で金、土、日なんですよ、うんうんうん、ですから金曜日はちょっと別的なこう、うん、エンターテインメント満載のイベントをするということと、13、14は従来のコンテストだったりとか U18 のゼームだったりとか、アジア枠と B リーグの若手の選手たちの選抜チームだったりとか、うん、あとはもうメインの、うん、オールスターゲームだったりとかっていうところは変わらないんですけど、まあなんて言ったってこの3日間ですね、うん、ですから、まあ、ちょうど金土日ですし、はい、今からお休みを取っていただいてですね、はい、ぜひ会場に足を運んでいただきながら、はい、沖縄で、まあ、旅行を楽しむというような、はい、ことを皆さんにこう検討いただけると嬉しいなと思いますし、これからどんどんファン投票等々も始まるんでね、はい、ぜひご参加いただいて楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、はい、ということで、はい、皆様こちらですね、ファン投票についてはバスケットライブでの投票がもうカウント3倍になりますから、今11月末まで、無料視聴キャンペーンをやってますんで、はい、ぜひこの機会にお申し込みいただいてですね、はい、まあ、普段のゲームを見ていただきたいですし、うん、バスケットライブの投票もぜひ、はい、お願いしたいなというふうに思っています。はい、はい、ということで、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。では、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。